1982年の近鉄バファローズでは、1982年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、関口清次監督の1年目のシーズンである。1974年から近鉄で指揮を取り、弱小だったチームを優勝争いできるまでに成長させた西本幸雄前監督の優退を受けて、この年から関口新監督が就任。 就任後のドラフト会議でのちに、中心選手となる、金村義明をドラフト1位で指名し、また、西本前監督が鍛えていた、大石大二郎や森脇浩二など、若手選手を起用。新戦力の投入もあり A クラス候補に上がったが、前年再開の影響もあり、前期は、西部の優勝を許し、3位で終了。後期は、巻き返しが期待されたものの同じく前期の、 開幕ダッシュに失敗した日本ハムが独走したこともあり、後期も2位で終了。通算成績では、前期、後期ともに A クラスに入ったものの、西部、日本ハムの優勝をそれぞれ許したこともあり3位で終えた。投手陣では、前年1桁勝利に終わった鈴木啓治や井本隆が検討し、開幕投手の柳田豊もそれなりの成績を収め、 防御率は4点台だったものの、71関東はリーグ1位。打撃陣では大石が阪急の福本豊と東霊王を争うなどの活躍で新人王を獲得し、前年対等した森脇も控えながら出場機会を増やすなど若手が飛躍した1年となった。シーズン終了後、鈴木や大田浩二と共に投手陣を支えた妹が、 鈴木幸二郎との交換でヤクルトへ移籍した。7月は高機会幕日。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。